スピリチュアライズドは、イギリスのミュージシャン、ジェイソン・ピアースを中心とするイギリスのロックバンド。1990年、イングランドチューブラグビーにて、スペースメンさんの元メンバーを中心に結成。アルバムごとにメンバーチェンジを繰り返しており、結成時のメンバーは1994年の時点で、ジェイソン・ピアースを除く全員が脱退している。以降もメンバーの加入脱退はあるものの、 1999年加入のトニー・フォスター、ジョン・コクソン、トム・エドワーズ、ケビン・ベールズは2015年現在まで不動のメンバーとなっており、初期に比べて徐々に安定してきている。1997年に発表したアルバム宇宙遊泳は全英アルバムチャート4位を記録し、英国内ゴールドディスク認定、全世界でプラチナディスクに認定。また、 NME が選ぶ年間ベストアルバム、アルバムオブザイヤーに選出される。ジェイソン・ピアースとピーター・ケンバーの対立による、スペースメンさんの活動停止に伴い、同バンドメンバーのジェイソン・ピアース、ウィル・カラ・ザース、ジョニー・マットック、マーク・リフォイに加え、ピアースの共有であるスティーブ・エェバンスでスピリチュアライズドを結成。バンド名は、ペルノのワインボートルーラに書かれていたテキストから取られた。 バンドはほとんどがスペースメンさんの元メンバーということもあり、同バンドが所属していたデディケーテッドレコーズとの契約をそのまま受け継ぐことになった。スピリチュアライズドとしての最初のリリースはザトロックスのカバー曲夢を叶えてで、このレコードの発売によりスペースメンさんの分裂は公のものとなった。1992年ファーストアルバム レーザーガイデッドメロディーズを発売。アルバムは2年にわたりラグビーで制作された。1995年には、セカンドアルバム、ピュアフェーズを発売。1997年に発売された、サードアルバム、宇宙遊泳で商業的な成功を獲得する。同アルバムには、ドクター・ジョンがゲスト参加しており、1998年には、ジェイソン・ピアース、 マイク・ムーニー、ショーン・クック、デーモン・リーズ、ティム・ルイスの5人が、ドクター・ジョンのアルバム、アナザー・ゾーンに参加した。2001年9月17日、ホースアルバム、レッド・イット・カム・ダウンを発売。前衛アルバムチャート3位を記録し、英国レコード産業協会により、シルバーディスク認定を受ける。2003年9月8日、フィフスアルバム、アメージング・グレースを発売。 このアルバムの制作後に、ジェイソン・ピアースは特定のできない病により、生死をさまよい、長期間の病気療養を余儀なくされる。2008年5月26日、約4年半ぶりのスタジオアルバム、ソングスイン A&E を発売。A&E は、アクシデントとエマージェンシーの頭文字から取ったものであり、自身の入院と病気療養期間を題材として、制作された。 2012年4月16日、セブンスアルバム、スイート、ハートスイートライトを、ドミノレコーズ参加のレーベル、ダブル6レコーズから発売。収録曲、ソロングユープリティシングでは、ピアースの11歳の娘が、ポピースペースマン名義で参加した。長いペダルトーンとドローンを特徴とする作風であり、レーザーガイデッドメロディーズと、ピュアフェーズでは、ドローンと、 トレモロによりシューウェザー的な要素を取り入れた。宇宙遊泳は、ブラックミュージックゴスペルやブルースに加え、フィル・スペクターやブライアン・ウィルソンのオール・オブ・サウンド・スタイルの要素を取り入れる。その影響がより顕著になった自作のレッド・イット・カム・ダウンでは、延べ100人を超えるミュージシャンが制作に参加。アメイジング・グレースでは、ゴスペル、ブルースなどのソウルミュージック色が、 色濃くなったが前作とは一転してシンプルな作風になった。ありがとうございます。